はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。こちらの星空星光くんデビューガチャですね。読み方合ってるのかちょっとわかんないですけど、復刻キャラとしては、ナヌーク、コンノちゃん、ミナズキくんで、デビューキャラで星空星光くん、この4キャラがバナーキャラになってます。で、初回10連からね、SR が、40連目までは確定しているのがいいところと、一応30連目のところでバナーキャラから SR 以上1枚確定、40連目で、星空星光くんか、水月くんの SR が1枚確定というところで、俺はね、あの水月くんも持ってないので、まあ、ちょっと状況次第には、なりますけれども、40連目までは、引いていきたいと思います。じゃあ早速引いていきましょう。まあ、タンガチャの方も引いていきますかね。 PR が、確定しているので、ここは開放系のキャラを狙っていきたいですね。コンノちゃんとか今いくつだったっけ。おお、星空星光くん PR ってことは SR 当てたいよね。じゃあ10連系に行きます。まあ、ここは SR が1枚確定と。もう新キャラっていうよりはね、やっぱり解放したいですよね。解放、おお、武田くん。武田くんはね、ただね、ダンジョンでね使えるんですよね。有村とか出るんだっけ。俺前回のなんだっけ、ウィークリーガチャみたいなやつも有村が出たんだよな。スッスか。まあ、スッスはね、暁バージョンが出た時にまあ解放していくようで取っておきますか。まあ、武田くんね、普通だったらうえーっていう感じだったんですけれども、まあ、ダンジョンでね、使っていきたいと思います。じゃあ次20連目に行きましょう。ここも SR1 枚確定ですね。うお3枚も入っとる。ただいらん。おお、来た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 、よしよしよし。3枚抜きはすげえな、普通のやつで。そして水月君も当たってしまった。これどうする。もう終わりにしたい。これはマジで終わりにしたい。申し訳ないけど、クリスマスとかもね来月控えてるし、お正月もあるんで、あんまりね無駄にはしたくないんですよね。まあ、奇跡の3枚抜きで、まあ、チャラいは別にいいんだけど、このね星空星光くんと水月くん両方持ってないキャラが一気に出てきたのはでかいね。これ申し訳ない、本当にここでちょっとやめさせていただきます。動画的にかなり短くなっちゃってあれなんですけれども、ちょっと奇跡の20連目ということで、今回のガチャ動画は本当に申し訳ないね。ここで終わりにさせていただきます。まあね、ガチャ動画だけだとちょっと、短すぎるんで尺を稼ぎましょうか。星空星光くん性能を見ましょう。まずはテーブルですね。テーブルの方は、タックが70あってで固有がつくのか、固有がつくんでタックが多分90ですね。で技術ボーナスも4ついて、固有がいくつつくの、まあ、4くらいだとして8とかで、得意練習率アップ15がついて、で練習効果アップ15つくんだ。これは結構でかいね。あ、結構技術は稼げそうなキャラですね。で金徳がね、ささやき戦術か、球界の頭脳からの選択になりますので、まあ、これはねキャッチャー作る上での幅が広がるっていうのはかなりいいですね。じゃあコツの方を見ていきましょう。でキャッチャーコツもついてるのは、まあ、いいですね。やっぱりキャッチャーでね、ちょっとキャッチャーコツついてないってなるとかなり微妙なんですよね。だからもうマジ二宮とかがねすげえ使いづらいんですよね。であとはアベレージヒッターとインコース、余計なコツについてはついてないので、まあ3つですね。まあ、俺はねやっぱりね3つが一番バランスいいと思います。まあ、多すぎもなく少なすぎでもなくと、まあ、全部掴んでいけるような数かな。なので星空星光くん、まあ、キャラとしてはかなり優秀だと思います。ただね多分ね似たようなテーブルを持った振袖みやびちゃんがね
正月に出てきそうなんで、絶対欲しいかって言われるとまああれですけど、ただキャッチャー不足の人は持っていて全然いいですね。球界の頭脳と佐々木戦術が選択式になってるんで、あとは確定かどうかっていうところはごめんなさいまだ分かんないんですけど、とりあえずじゃあ、次回は、星空星光くん、使っていって、まあ、どんな感じになるのか、試していきましょう、というところで、じゃあ今回の動画はこれで終了したいと思います。まあね、あの奇跡の1枚が奇跡の1枚っていうか奇跡の引きが出たんでちょっと短めにはなっちゃいましたけども、これで終了したいと思います。